現地時間11月21日、中立地サウジアラビアジッダで開催された2026年北中米ワールドカップアジア2次予選の第2戦で、日本代表はシリア代表と対戦。5対0で圧勝を飾った。動画、シリアも脱帽。久保武房の圧巻ミドル序盤こそ守備を固める相手に苦労したものの、32分に久保武房の強烈なミドルシュートで先制点を挙げると、 ここからゴールラッシュを披露共に見事な崩しから37分に40分に上田綾瀬が追加点を奪う。3点リードで折り返した後半の47分には FK から菅原幸成が鮮やかにネットを揺らして加点。さらに82分には途中出場の細山尾の代表初ゴールでダメのダメを押した。0対5の惨敗に。 シリアのファンからは SNS 上で次のような声が上がっている。日本はとても難しいチームだ。日本は別世界だった。レアル・ソシエダの選手。久保は別の惑星から来たのか、シリア代表の褒めるところがない。ミャンマーに5点、シリアに4点。日本は恐ろしい。森スジャパンの強さは想像以上だったのかもしれない。